昼は学校、夜は塾、深夜は家で YouTube を通して数学の授業をしてます、川端です。よろしくお願いします。今回はですね、式の値を求める問題、中央大学附属高校の問題を解説していきます。まあ、ただね、この問題ですね、一瞬で終わってしまうので、もう解説ね、もう1分ないぐらいで終わってしまうので、そうするとですね、ちょっとね、取れ高がね、ちょっとね、短すぎるだろうということで、せっかくなんでね、中央大学のね、付属の学校についてね、少しだけ語ってね、からちょっとこの問題のね、解説したいと思います。中央大学の付属って4つあるんだ、知ってました？まず、今この問題はですね、中央大学附属高校の問題ですね。これは、小金井にあるんですかね。で、2番目、これ中央大学高校、これとこれね、紛らわしいんですけどね、違うんですよね。これはですね、まあ東京のど真ん中にありますね、水道橋にあります。で、この学校の特徴はですね、朝ちょっと遅いってことですね。なのでですね、ちょっと朝早起きするのが苦手だよって方はですね、中央大学高校ね、おすすめです。1時間目がちょっとないみたいな、そんなような感覚ですね。少し遅い目の時間から始まりますよと。で、3番目に中央大学杉並、まあ中杉って言われるものですね。荻窪ですかね、駅はね、最寄り駅は荻窪ということですね。で、まあこの3つが都内にある学校ですね。まあ、私のイメージで言うと、まず、この中附はですね、まあ、中高一貫です。でね、ここはね、かなり自由度を売っている学校で、まあ、なんか髪の毛も茶髪 OK みたいなね、多分そういったところね、もう自由、もう比較的自由ですよ、売ってる、それを売ってるのが中附かなっていう感じがしますね。中央大学高校は結構ね、なんか真面目な子が通ってるイメージはあります。でも、朝は遅くて大丈夫。ね。あと、中杉ですね。まあ、これがなんか、普通って言えば普通なのかな。普通って言い方変だけどね。ただ、荻窪から行くときに結構坂登ったりしなきゃいけないので、その辺大変かなと思うんですよね。ってところですね。で、難易度はね、まあ、正直そんなに変わんないですね。そんなに変わりません。問題の難易度ともにですね、そんなに変わんないかなと思います。で、最近ですね、中央大学附属横浜、略して中横とかいいんですかね。これはできました。昔はですね、中央大学附属横浜山手、まあ、横浜山手っていう学校が、中央大学附属横浜山手に変わり、今は中央大学附属横浜っていう学校ですね。ただ横浜駅にあるわけじゃなくて、センター北っていう駅にありますね。比較的最近できたので新しい、綺麗な学校なのかなと思います。まあ、ちなみにですけどね、私採用試験で、ここの中央大学附属横浜なんか履歴書送ったんですけどね、落ちた記憶がありますね。何が良くなかったんでしょうかね。はい、わかりませんけどね。別に、なんか嫌な思い持ってるってことは全くございません。はい、以上雑談でした。はい、ではですね、実際にこの問題を解説していきたいと思います。これはですね、まずこれ展開しちゃダメですね。もうこれ展開しちゃったらもう大変なことになりますね。これはですね、非常に簡単です。A たす B ですが、これって、この A たす B 移行すれば、これマイナス C になりますよね。 A たす B イコールこれ C を移行したらマイナス C になります。ってことは B たす C は何ですかね。同じようにやればいいですね。 B たす C は A を移行したらマイナス A になりますね。で、 C たす A 何ですかね。 C たす A は B を移行したらマイナス B になりますね。つまりこの式というのは A たす B がマイナス C、 B たす C はマイナス AC たす A はマイナス B になるんですね。そうするとマイナス ABC になります。ということで ABC はマイナス4ですね。そうするとマイナス4代入しておしまいということになりますね。はい、ということでね、もう気づいた人はね、5秒ぐらい解けたかもしれませんね。ただね、一回ちょっとこういうのをね、経験しないとね、逆に言うとちょっと困った問題だったかもしれないのでね、まあこういう問題も出るんだということでね、ちょっとしっかり覚えてもらえればなというふうに思います。以上で解説終わります。よかったらですね、中央大学の出身の方とかですね、この学校はこうだよとかもしあるんだったらね、教えてくれると嬉しいです。では。